はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は料理動画です。またね、自分が食べられへん焼きそばを作ります。最近ね、その朝から子供の息子のためにね、弁当を作った動画をね、アップしてるんですけども、まさかね、1日に2本もね、料理動画をね、アップすることになるとはね。ね、朝の料理動画って言っても、そのお弁当にね、食材詰めるだけなんで大したことしてないんですよ。チンして卵焼き焼いてでね、するぐらいなんで、まあ、その朝上げてる動画にもね、あるようにね、生活の全てが今の僕にはリハビリになってるので、そこはね、でそのリハビリをする機会があるんだからこそ、しっかりね、続けていきます。僕はね、機会がなくなったらもうね、お弁当作らんでいいってなったら作らへんし、日曜日はね、作らないんですよ。だから明日はね、作らないですね。月曜日から普通にその学童がある時っていうのは、お弁当が必要なんで作りますけども、まあでも思うんですけどね、日曜日家でもお弁当を食べさせてもいいんちゃうかなと思ってるんですよね。お昼どうしようっていつもなるんですよね。ね、子供らはね、お昼ぐらいだったらお腹すいた、お腹すいた言うて、お菓子ばっかり食べるんですよ。お菓子食べて、ちょっとね、ご飯でもしようかって言った時にご飯を用意したら、それはもう お菓子でお腹いっぱいになって食べないっていう風になるんで、それやったらちょっとあかんよなって思うんで、お弁当を作ったらなんか違う感覚で食べるんじゃないのなんて思ったりするんでね。たまにね、一緒に卵焼きをね、焼かしてあげたりするんですよ。まあ、もちろん横で見てますけど、卵割らして、ウインナー切らしてね、僕がやってる朝みたいな冷凍じゃなくて、ちょっと柔らかくチンして、スンってこう切れるようにしてね、トン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 って切るんやで、言うて、一緒にね、やったりはしますけども。あと最近はね、ポップコーンを、チンしてできるポップコーンあるじゃないですか。でもあれやったら普通のね、何もついてない味なんですけども、どうもうちの息子らはね、キャラメル味が好きらしくて、でもポップコーンにかけるキャラメルなんてね、僕よう探さんかったんですよ。だからバターと、牛乳とお砂糖をフライパンでベーっとこうやるのをキャラメル色になって、ポップコーンを入れて絡めて冷まして、はいどうぞって渡してるんですけども、そのやり方がね、そのクックパッドに書いてあったからね、それでやってるとですね、まあ、子供もね、美味しい食べてくれるんで、でたまにそのキャラメル作りもね、一緒にあったりします。まあそんな感じで、今日はね、焼きそばを作っていきます。まあいつもの通り、焼きそばの野菜を使って、スモークのスムージーも作ります。で今日はね、魚を入れてみます。魚も茹でて、一緒にねブレンダーして、牛乳を入れて野菜スムージーにして飲みます。じゃあやっていきます。はい、ということでですね、今から焼きそばを作っていきます。今日の食材はこちらでございます。キャベツ、人参が1本と半分、玉ねぎ、しめじを使おうと試みてみます。豚肉でございます。豚肉、そしたらまずいつもの人参から、まずはしっかり洗います。皮を剥いていきます。こちらもね、しっかり洗って皮を剥いていきます。でね、最近ね、人参を薄くスライスして細くね、千切りみたいにしていくのも面倒くさなってきたんで、これ使いますわ、スライサー。これで薄くして、薄くなったのを細くね、切っていきますんで、じゃ楽ですよね、これね。ただ手切らへんようにね、注意せなあかんませんけどね。こっちもね、長い方ももう全部やっていきます。これだけでもだいぶね、時間短縮になりますよね。ギリギリ、おお、うっす、さすがスライサー、見てください、ペラペラ、もう向こう見えんちゃうかなって思うぐらい、1ミリぐらいしかない、1ミリ、2ミリぐらいしかないですね。これをトン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 包丁で切っていきます。楽しすぎかな、まあいっかね。えこういうの考えた人がね、人間を楽させるためにね、やってくれてるんですからね。僕ね、動画見てね、研究したんですよ。どこだったらね、いかに綺麗に早くできるかっていうのをね、まずね、スライスしたやつをね、玉にするんです。でトランプをこう
ベロベロベローンってこう横にね並べるように横広がりにしていくんですって。皆さん知ってますかね。横広がりにしていってこういう状態にします。こういう状態にしてからトン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 切っていきます。これは早い、すごい、これは早いな。皆さん見てください、もうこんなに切れました。まだまだあるんですけど、これをお皿に移します。これをね繰り返していきますので。ていうかそもそもこうやって切れるね機械ないんですかね。あったらいいのにね。千切りになるやつ、人参が千切りにできる機械ね、スライサーみたいなのあったら。キャベツやったらそのままスライサーしたらねできるやつあるじゃないですか、大きいやつね。こんな人参でも作ってんのかな。あるんかな、知らなくかな。あったらねコメントで教えてください誰か。はい、やほんまにめっちゃ早い。今までのあの時間かけたの何やったんやろ。切りやすいし、そらあの編集でね余分なとこカットしてますけど、その割にはね今日はほんま時間かかってないですよ。ここまでは、ここまではね、まだ初めですけど。はい、完成。さあ続きまして玉ねぎ。形なくなってまうな、まあ、形ない方が子供はね騙せますからね。知らん間に食ってるっていうね。うわスライスは楽、めっちゃ楽ちんやん。世の中のお母さんもこんなんしたんやんかな、やってんかな。で絶対すぐ火通る。じゃん、見えにくいかな。ほらもうこんなに、もうこんなに薄くパラパラ。キャベツ、はい、キャベツができました。まあ普通の千切りです。しめじを切ります。こんなもんでいいでしょ、見えるかな、ね、こんなもんでいいでしょ。ちょっとね、ちょっと頭の形残ったりとかするんで。あとはお肉をね、切っていきますね。これね、余ったお肉をね、保存するときにこう伸ばした状態で保存したらこんな手間かからないんですよね。なんでもやっぱり準備が大事やな、ね、仕事でもそうですよね、美容師でもそうですもん、準備が大事ですわ。次のことを考えてやるっていうね、勉強になるわ。よし、さあでは今から焼いていきます。今まではねこの野菜をねチンしてね火を通してたんですけども、どうもそれをするとね水分量の多い焼きそばが出来上がるんですよ。で奥さんはそれがちょっと嫌いで、なのでね、考えた結果今日のように細かく切ってそのままちょっと強火で焼くっていう風にするのを試したら、奥さんも喜んでくれたんで最近はずっとそうしてます。よし、じゃあ人参からいきます。はい、さあ人参がちょっと火通ってきたところで玉ねぎを投入します。よし、続いてキャベツ、しんなりしてきましたので、きのこ、しめじ、これもちょっと残しとこうかな。これ入れる順番あってんすかね。キノコ一番最後にね入れたんですけど、誰か教えてください。僕はね火が通れば一緒だと思ってるんであんま気にしたことないんですけどね。人参はどうもね火が通りにくいと思うんですよ。だからねいつも人参先にやってるんです。じゃあ肉を入れていきます。肉もちょっと残しときます。よくねお肉っていうのは火がね火通らなあかんから一番最初に入れなさいってよく聞くんですけども。薄切りなんで、豚バラ肉の薄切り、ね、めっちゃ薄切りなんですぐ火通りよるんですよね。だから一番最初にフライパンに入れたらカチカチに焦げよるんですよ。こうやって野菜とかやってるしね。だから豚肉は一番最後に入れてます。ちょっと弱火にしてその間にそばを、そばはね逆にねチンします。まるちゃんの焼きそば片面を当てて、このままチンします。よいしょ、あ、よいしょ。じゃあソース入れていきます。
ました。焼きそば。じゃーん。蓋をして置いときます。じゃあ次はね、僕のご飯を作っていきます。といってもまあスムージーですけども、お鍋を使います。この子たちを先に入れます。玉ねぎに。どっか行ったんちゃうか。息子帰ってきました。これはちょっと置いといて後で取ります。てかもう今作っちゃおうかな。子供の声がうっさいけどすいません。このまま人参も入れます。肉も入れます。これ作る。うん、作り。じゃあそうなる。何の歌やねん。はい、ということでね、先ほどお騒がせしました、息子とね奥さんらが帰ってきたんでね、途中で音声を消して、調理の動画になったんですけども、見事にねあの後完成しましたんで、それはこちらでございます。スムージーでございますね。これね、野菜はですね、キャベツでしょ、人参でしょ、しめじでしょ、玉ねぎでしょ、で今日は、ナスビと小松菜と、白身魚のタラね、あれをね入れて7種類のスムージー、野菜スムージーでございます。ではね飲んでみます。タラをね入れたの初めてなんでね、お魚入れたの初めてなんでね、今日はお肉は入ってませんよ。うん、あ、玉ねぎ強いな、美味しいです美味しいです。ね、そんじょそこらで売ってる野菜スムージーよりもね、絶対ね、体にいいですからね。で、こういうのをね、主食にしたらそれは痩せますよね。うん。ごちそうさまでした。まあ、まだね、お鍋の中にはあるんで、で、この後、まあ、今ね息子らは今下で焼きそば食べてるんですけど、僕はその横でこの野菜スムージーと納豆で、食べていきます。あ、ゆで卵もね最近ね入れてやってるんで、ゆで卵もして食べます。でいつもやったらこのね、今日みたいに最近はもうチンせん、タッパーでね入れてチンせんとお鍋でやってるんですよ。その方がね早いんですよ、火の通りがね。でそのお鍋でやるときは溶き卵をね、ジャーッと入れて、もう卵スープみたいにしてガーッて混ぜてね。でもね、どうせ最後にブレンダーするんで、緑色になるんで一緒なんですけど、今までは野菜と、ささみと卵の、スムージーだったんですよ。ここ最近は、ここ3日ぐらいかな、はやってるんです。ね、卵のね、タンパク質も取れるんでね、いいかなと思ってね、やってます。ささみはね、鶏肉やし、卵はね、鶏の卵やから、
親子野菜スムージーになるのかな。なんかね、野菜たっぷりの親子丼みたいな感じになってますけどね、まあスムージーなんですけども、まあそんな感じでね、美味しくいただくことができました。ありがとうございます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。